グローカルクロストークイエイイエイ。はい、このコーナーは、グローカルマーケティング採用チームの私遠藤大志が、社内のいろんなメンバーをお迎えしてお話を聞いていこうというコーナーです。今日はニューフェイスなお二人に来ていただきました。営業部から金谷さんとコンサルティング部から矢田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まさに視聴者から出演者にという出演者にっていう感じで、ド緊張の二人ですけど、めっちゃ緊張してます。あの、いろいろ話聞かせていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、お二人は9月にご入社をされて、今こう撮っているのが10月の中旬ぐらいなので、まあ入って1ヶ月半ぐらいという感じで、なんかでももうすごいキャラ確立して二人とも、なんかすごくいい感じですよね。そうですか。そうですかね。まあ、確かにそうなんですかね。肩から見ると、そうそう、すごいいいキャラを二人とももう確立してるなという感じですし、もうね、それこそ現場というかお客様のところにもバンバン行ってもらったりとかってしてるので、まあ、リアルな声、その入ってみてのリアルな声をぜひいろいろ聞かせていただければなというふうに思うんですけれど、まあ、お二人とも9月入社ということで、まあ、キャリアを、そのキャリア採用でご入社をいただいてて、で、同級生なんですよね。そうなんですよ。同い年なんですよね。そうなんです。びっくりです。ね、いいですよね。でもそういう同世代の人で、うん、こう同じような社歴を積んでいく人がいると、うん、そうですね。まあ、役割違えど悩みとかいろいろ共有できそうですし。そうです、ね、悩むことないか。すごく心強い。心強いですよね。でもこうやって、でもそうですよね。そうそうそう、なんかやっぱりその新卒だと同世代の同期っても確立してますけど、うん、中途で入社で同世代の人と一緒にっていうのは、うん、本当に心強くて、なんか初日から、まあ、そんなに緊張せずに何かあったら頼ろうっていうな感覚でしたね。もうそんなもう頼られるキャラなんですね。いや、そんなキャラじゃないそんな頼られても全然頼りないキャラですけど、どっちかといえば、はい。じゃあ、まあ、ちょっと最初に、あの、簡単にそれぞれこうご自身のこうキャリアというか、こう、これまでどういう仕事をしてきてでグローカルに来たかっていう部分ちょっとお話しいただければなと思うんですけど、関西さんどうですか。はい、私、まあ、新卒は東京で働いてまして、はい、電気のコンサルティングで営業してました。でそこから3年ぐらい経って新潟に U ターンで戻ってきた時に、あの、地元の採用支援の会社に入りまして、まあ、なんとか応援団というところなんですけど、はい、そこでは新潟の中小企業様を中心に、あの、採用の支援をしておりまして、うん、でその後に少しだけのウェブの制作会社でウェブディレクターやってました。でそれを経てグローカルに営業部プランナーとして入社しました。はい、ありがとうございます。ちょっと、まあ、そのキャリアの話とかはね、またお聞きするとして、矢田さん、じゃあどんな感じですか。そうですね、私は大学が、まあ、長岡市の出身なんですけれども、大学で一度東京の方に出て、で新潟に戻ってきて、新潟県庁の方に、まあ、地方公務員として、はい、入庁しまして、まあ、そこからこう教育分野だったり、土木の分野だったり、はい、あるいは産業保険の分野だったり、あと福祉の分野だったり、こういろんな、ね、分野をこう経験してきた中で、こう産業支援のところがもともとやりたいっていうのがこう強い気持ちとしてあって、公務員になったっていうところもあったんで、まあ、そこから、まあ、今回ちょっとこうグローカルマーケティングさんの方に入社しようというふうに思ったっていうところですね。はい、そうですね。キャリアとしては、はいはい、だその県のこう外郭団体みたいなところでそういう産業支援というか、そうですね、はい、いろんなご経験積んでらっしゃったっていうわけですもんね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。なんかもう本当に聞きたいこととかはいろいろ山々だったりはするんですけれど、率直にその、まあ、転職活動を始めたりとか、まあ、その前からだったのかもしれないですけど、グローカルマーケティングに対してこうどんな印象を持ってました第一印象というか、なんか どんな感じでした。私の場合なんですけど、結構多分特殊だと思うんですけど、はい、私初めてグローカルマーケティングを知ったのがですね、あの、新潟アルビレックス BB の試合の中なんですよ。2人目です、そんなこと言って、そう、もう一人いたんですけど、すごい、そうそうそう、もともとバスケが好きで結構試合見に行ってたんですけど、はいはい、第3クォーターの終わりぐらいに以上に映るんですよね。本日の来場者数はと。で、その後にグローカルマーケティング調べっていう風に出るので、あそこのね、スポンサーをずっとやらせていただいてるんですね。そうなんです。なので、まあ、正直全然何も知らないんですけど、なんとなく、いや、そういう調査とか、うん、何か、まあ、長岡の地元密着の企業なのかなっていう印象はありました。
なるほど、なるほど、なるほど。そこが第一印象ってすごいですよ、ね、初めて聞いたのがそこって、そんなことあるんだっていう、思わぬ広告効果なんですけど。そうですよね。矢田さんはどんな感じだったんですか？そうですね、私は、まあ、先ほど今、太さんがお話してくれた通り、こう県の外郭団体で産業支援に関わる仕事をしていた時に、はい、代表の今井さんの講座を受講する機会があって、はいはい、でそれがすごく話の内容が分かりやすくて、なんか本当にこうすぐ実践できるって言葉通りだなって思って、まあ、それがすごくいい印象で残っていたのと、あとこう実際こう採用のサイトを見るとものすごく楽しそうになって仕事されてるなとか、インスタとかもあるじゃないですか、はいはいはい、まあ、そんなの見ながらすごく楽しそうだなっていうのが第一印象でしたね。ありがとうございます。ぜひ皆さんもね、サイトとかインスタの方もぜひチェックしていただければなと思うんですけど、でもそうですよね、その、あの外郭団体というかそれ産業支援のところで、まあね、うちもすごくお世話になってますし、あのそういうところでのご縁があったっていう感じなわけですね。金谷さんは、はい、その転職活動というかでいうと、あれなんですよね、鉄さんが高校の同級生なんですよね。鉄さん、そうですね。そうそう、鉄次さんが。はい、ね、そうなんですよ。そうなんですよね。で、そこ経由で、はい、いろいろ知っていただいたっていう経緯があるんですよね。まさに、そうなんです。ちょっとそこも特殊なんですけど、はい、まあ、いろいろと転職活動する中でどんな会社がいいかなって調べていく中で、やっぱりグローカルマーケティングさんを見つけて、で、まあ、いろいろホームページとか見るとスタッフ紹介で、いろんなスタッフ紹介されてる中で、あれ見たことあるなとっていうのが、まあ、鉄次さんで、高校の同級生だったので、はい、だったら鉄次いいんじゃんみたいな感じですよね。そうです、ここにいたのかというので、だったら応募する前に一回じゃあ個別で話聞いてどうなのか確認してからって思って連絡取ったら今ここにいたります。あ、なるほど。なんか、いや、それはかなりレアなケースだとは思うんですけれど、うん、でもそれって結構あって、矢田さんも実は応募前に一回僕会ってるんですよね。そうですね。そうそうそう、はい、あの当初結構そのゼロ時マッチングって言って、うん、その応募前に会社の雰囲気とか、うん、仕事の話とかこうフラットに聞いてもらえる場提供してますよって言ったら、そこにポンと連絡くださって、そうです、ちょっと会おうよ、喋ろうよみたいな。そうですね。めっちゃ丁寧でしたけど、めっちゃ丁寧でしたけど、そうそうそう、みたいな感じだったんで、はい、でもその辺はやっぱりその応募のハードル下げる意味では結構大きいですかね。うん、すごそうですね。うん、なんかそのゼロズマッチングはまず気軽に話聞いてみようかなっていうのがすごく、うん、ハードルがやっぱ下がるっていうのが、はいはい、もうすごく自分自身感じたので、すごくありがたい制度だなと思いましたね。なるほど、ね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、グローカルに対するこう印象を持ってらっしゃったわけですけど、まあ、入って1ヶ月半、ぶっちゃけこうどんな感じですか？入ってみてどう感じますか？入ってみてですよね。結構なんです。意外だったんですけど、はい、あの入る前の印象通りなんですよ、ほぼ。おー、なるほど。結構入る前にいろいろ、まあ、それこそ YouTube であるとか、はいはい、Instagram であるとか、それこそあとまあホームページでもいろんなあのブログなども書いていらっしゃるので、はいはい、結構見たんですよ。で、こんな印象なのかな。で、まあ、もちろんそれはちょっと表に出す情報なので、まあ、よく見せてる部分はあるのかなっていう印象であったんですけど、逆に全くよく見せてるというよりは普段通りを見せてあのテンションなんだっていうのが結構入ってから意外でありはすごくいいなっていうふうに感じました。なるほど、なるほど。そうっす、なんかそういう意味で本当めっちゃオープンですよね。めっちゃオープンですね。すげーオープンですよね。続けだと思います。そうそうそう、もちろんそんなことないんですけど、プライバシーないぐらい全部オープンに出していくぐらいの、まあ、そうですね。そう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 、なんか守る必要がないぐらい、みんな頼れるし助けてくれるしっていうので、うん、だから出すよっていうのはなんかそんないい雰囲気がすごい漂ってるな。そうですね。矢田さんどうですか、その雰囲気とか。はい、私もあの今金谷さんと一緒でやっぱ本当第一印象通りというか、本当にこう入ってみて、入る前と入ってみての感覚があまり変わらないっていうんですかね、まあ、すごくそれを感じていて、あと一つ、あの、まあ、本当自己開示をね、皆さんする方がすごく多いなっていう印象を、こうインスタとかね、こういろんな媒体見てると思うんですけれども、まあ、あのなんていうんですかね、こういろんな多様性を理解いただける職場だなっていうのをすごく感じたというか、もちろんこうなんだろう、自分を出せる人もいれば、ね、なかなか出しづらい人もいると思うんですけど、
なんかそういうのもちゃんとこうご理解いただきながら、みんなが働きやすい職場っていうのを本当に目指してるんだなっていうのが、こうこの1ヶ月半入って最初に感じたことですね。なるほど、はい、すげえ仕込みだったらいいこと言うじゃないですか。本当にでも感じてることなんで、でも本当にリアルですよね。俺が今話してます、結構それがリアルっていう感じですよね。はい、はい、なるほど。いや嬉しいな。でもこう僕やっぱこう採用のシーンでやっぱいろんなこう求職者の方とお会いすることがあって、でその中からそういう風に感じてくださってるっていうのすごいね、なんか嬉しいです。ありがとうございます。いえいえいえ。でまあ、冒頭ご紹介の通り、まあ、下テロップ出てますけれど、金谷さんは今、まあ、営業のお仕事、はい、プランナーとして営業のお仕事、矢田さんはコンサルタントのお仕事なわけですけれど、まあ、今後このグローカルでのキャリアでこんなこと知っていきたいとか、こんな夢がある、こんな目標があるみたいなものがあったら、ぜひ聞かせていただければなというふうに思うんですけれど、金谷さんこの辺どうですか？そうですね、いろいろあるんですけど、まあ、まず第一に目の前の目標としては、もともと採用関係の仕事もしていたので、はいはい、やはり中小企業様 の、 その採用とか人材の課題っていうのはものすごくあるなというのを実感していたので、まずはそこの解決に向けてっていうところを、この会社に入ったからこそ自分が何かしらそのきっかけとなって新しい風みたいなのを吹かせるといいなと、うんうん、いうのもありますし、あと個人的にはやっぱりマーケティングって勉強してるとすごく面白い領域だなと思うので、はい、ここをより深めていって知らない人に対してそのマーケティングの面白さを伝えられるような営業になれるといいかなって思います、うん、ありがとうございます。そうですね、今ね採用関係はいろいろ仕込んでる途中というふうに伺ってますので、 その辺も楽しみに待ちたいと思います、はい、ありがとうございます。矢田さんどうですか？そうですね、まあ、もちろんまずいろんなこうご支援に携わらせていただく中でご自身のこうできることの領域をどん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 広げていくっていうのがまず第一にあるんですけど、こうゆくゆくは1個やりたいなっていうのが、私実はもう一つ一面があって、こう実家がこう神主家なんですね。そうなんですよね。で私もその神主としてもうこう休日活動することもあるんですけれども、まあ、そういったこう神社でこういかにこう参拝客の方から来ていただくかっていうところって、まあ、すごくこう神社に限らず、こう我々が今ご支援させていただいているこう企業の経済活動と、まあ、すごく似ているなというか、そのマーケティングの考え方ってもろに活かせますよ。もろに活かせると思うんですよね、はい、でそこを神社マーケティング、うん、そこをできればなというふうにはやっぱりゆくゆく思っています。なるほど、はい、でもすごい面白そうですよね。そうですね、うん、その辺はこう入社当初からもずっとお話になってたので、はい、そうですね、なんかそういう策ができて、型ができていくといいですね。そうですね、神社の売れる仕組み作りに。そうですね、あ、面白そう、ね、そうそうそう、はい、できていったら、ね、本当にいろんなところにこう波及効果が、うん、そうですね、うん、ありそうな感じもしますし、はい、うん、本当に業種を問わないところがまさにこのマーケティングの考え方だと思います。そう、そうなんですよ、はい、マーケティングってどの企業にも必要で、はい、こうだからこそ、ね、面白みとかがすごく深いなっていうふうには僕も、うん、でも僕も学生時代、新卒で入ってて学生時代にマーケティングなんて聞いたこともないみたいな、マーケティングって何すかみたいな、うちの会社見て僕マーケティングって言葉を知ったぐらい、マーケティングって何っていう感じだったんで、その辺はすごい思いますよね。そうですね、やってみるとマーケティングってすごい大切だし、うん、面白いしっていうのは感じるなというふうに思います。はい、ありがとうございます。いろいろお話をお聞かせいただきました。それこそ話の中にあったゼロ時マッチングっていうところってこう、まあ、私みたいなその採用に携わってるメンバーだったり、その社歴が比較的長いメンバーと会いたいっていうのはもちろんなんですけど、お二人のようにこう社歴浅いメンバーだったりこうキャリアが、うん、似ているメンバーと話聞いてみたいみたいな方も全然 OK ですので、ご興味があればぜひサイトの方からご連絡をいただければなというふうに思います、はい、というわけで今日はお二人にお話お聞きしてまいりました。ありがとうございました。ちょっと緊張気味だったので2回目3回目はもっとリラックスしていろんなお話聞かせてくれるかなというふうに思いますが、はい、とてもいいご説明だったと思います。ありがとうございます。はい、ぜひ、皆さんもグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。